小規模言語モデルっていう話が最近ちらほらと出てきてま最す近よというか、ね。まあ、前から、あれですよね、ラマのちっちゃいモデルっていった小規模なやつですよね。ああ、まあそうですね。前からあるといや、ありますけど。ただ、今まではどっちかというと、大規模言語モデルがあって、それがまあ、どん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 、さらに大きくなっていって、で、まあ、その小規模言語モデル、どっちかというと、それに対しては、ちょっと性能は劣るけども、まあ、自分たちで好きに使えるから使おうかぐらいの感そうですじね。だったじゃないですか。ただ、今、IEEE というですね、これなんですか、米国電気電子学会っていうんですか、日本語で言うと。アメリカのそれ電気まあ、系の学会、世界最大規模の学世界会、最大の、電気、エ電ン気ジ系ニにアかの、ける。ね、所属するやつの、まあ、スペクトラムというまあ、ウェブマガジンの記事に、むしろそのちっちゃなモデルで性能をむしろ上げるという方向性が、まあ、最近ちょっとそういうトレンドが出てきてるよって話の記事がありましたと。短い記事ですけども。まあ、特にそのアップルとマイクロソフトがそういうことをやっているという記事です。そうですか。はい。で、まあ、ちょっとその LLM の話を、まあ、ご存知と思いますけど、すると、まあ、最近で言うとメタがですね、ラマ3というのを出したわけですね。まあ、これも4000億パラメーターなんで、どちらかというと大きな。ですね、これは。まあ、オープンソースとはいえ。で、2022年、まあ、OpenAI は GPT を出して、チャット GPT を出して、まあ、その時の2022年のチャット GPT のパラメーター数より、最近出たそのメタのラマ3は、パラメータ倍あるってことですよ。だから当時、チャット GPT は2000億パラメーターで、最近出たそのオープンソースのラマ3でさえもう4000億パラメーターになってるってことなんですね。だからどんどん大きくなっていってるということです。で、GPT-4 に至っては、はっきりとはわからないわけですけども、まあ、1兆8000億とか、まあ、そんな感じで言われていると。まあ、とにかくどんどんでかくなっていってるっていうのが一つのトレンドとして、まあ、あったわけですね。ところが、まあ、この数ヶ月、まあ、最近、アップルやマイクロソフトが、もっとちっちゃいモデルを出している。ね、これ小規模言語モデルと。英語でも、なんだ、スモールラングエージモデルと。モデルというらしいですね。そう略か、称SLM。小規模言語モデルって、まあ、我々だいぶ前から言ってましたけども、それはなんか俗称みたいな感じね、で、思ってましたけど。ちゃんとはそういう言い方してなかったんでしょうね、きっと。で最す近、ね。そういう言い方が定着してきたっていう感じなんでしょうかね。なんでしょうね。私もこの IEEE の英語のタイトル見てそう思いました。あ、正しく SLM。SLM、はい、というそうです。まあ、S と言っても大きいんですけどね。かなりね。そうですなね。お。で、まあそういうことです。でですね、まあこれの、まあ先の流れで言うと、新型サロンでもご紹介した、まあ6月10日のApple の発表、デベロッパーズカンファレンスで、アップルインテリジェンスの出したっていうのもね、ついこの間ランキングで、10位で紹介してますけど、これ30億パラメーターなんそうですね。30億。だからまあまあ、今の流れでいくとちっちゃいわけですよ。すごく。で、ローカルで動くということですよね。で、もう一つそのファイ3っていうのも出ましたね。マイクロソフトから。で、これが、4月下旬ですけど、一番ちっちゃいのは38億パラメーター。同じぐ上がらい。100。なんですね。そうそう、アップルインテンション同じぐらいなんですよ。ちょっと大きいぐらい。ということで、今のトレンドから言うとかなりちっちゃいわけです。この二つ。で、まあ、これを一応、こういうのは SLM という感じということですね。でですね、じゃあ、まあ、ちっちゃいから性能が劣るのかというと、まあ、そうでもなく、最近のその SLM はかなり性能が高いということで、例えば、FI3 のミニっていうやつが、まあ、さっきの38億ってやつですけど、30億パラメーターですが、これは、OpenAI のちょっと一つ前の GPT-3.5。これ、GPT-3.5 は1750億パラメータですよ。だから50倍くらい違うんですね。パラメータの数で言うと。だけど、性能の評価でほぼ匹敵するということらしいです。だからパラメータ数が50倍も違うのに、性能もほぼ同じになってきていると。で、Google の、オープンソースで、ジェンマというのがあるんですけど、これは70億パラメーター。です。これはまあさ、えっ、ー、と、ファイ3ミニの倍ぐらいあるんですけど、ファイ3ミニはそのジェンマとも同じぐらいの成績出してるということで、ちっちゃいけどいいんですよ。比較的いいというのが今の新しい SLM の、特徴であるということです。で、これがですね、まあ、なんでそう、いい成績出せるかということなんですけど、
データを、学習するデータというものが、の質を上げているということなんだそうですね。だから、いわゆる LLM というと、もうインターネットでもいろんなものを入れて、学習するっていうのが一つの方向なんですけど、今のこの Phi3 とか、マイクロソフトの Phi3 なんかは、いわゆる教科書レベルの質っていうものにデータセットを、学習データをこう、ある程度スクリーニングして、それだけ学習させているということなんだそうです。だから質の高いデータでトレーニングすることで、ちっちゃなパラメータでも、同等の性能、まあ、大きなものと同じような性能が出せているということなんだそうです。はい。なのなんかで、以前ね、LLM に学習してもらうという話出てませんでした？小LLM に言語学モ習さデせルる。は LLM で学習するっていうのがいや、あって。LLM が出した答えをがまた学ああ、習そうそうそう。それがああ、なる効ほど、率いいとかいうような、追跡データって話。でなるほど。そこもで今すのか。話はそれとは違います。このデータ、ね、どうやって作ってるかちょっとは書いてなかったですけどね。大確か体、イに、ンターネットのね、多くのデータってクズよね。ああ、良くないデータが多いっていうことですか。とかね、コピーとかね。だから、いっぱい集めたらいいってもんじゃないわけよね。じゃないってことなんでしょうね。まあ、どうやってスクリーニングするかというとこがね、やっぱ問題にはなると思いますけど、まあ、一つの方向性として、それは面白いなと思いました。で、まあ、大規模言語モデルの時代は終わったと、これサム・アルトマンが言ってますよね。言ってましたよね、ちょっと前に。だから、まあ、GPT-4 から5はどうなのかわかんないんですけど、もしかしたらパラメータ数を増やすという方向じゃなく、いわゆるこういう考え方、データの質を上げるという考え方かもしれない、というふうに、推測されているということだそうです。4月のイベントですね。4月のイベントで OpenAI の CEO であるサム・アルトマンが、巨大モデルの時代は終わりつつあるというふうに述べているということだそうです。で、私たちは別の方法でそれを良くしている、良くしていくというふうに言ってるんで、なんかちょっと方向性が変わってるのかなということを、まあ、推測しているということだそうです。で、まあ、私としても、スモール SLM っていうのは、まあ、ローカルで動かせると。まあ、塚本先生のね、ウェアラブルとかもそうですけど、クラウドではなくスマートフォンとかラップトップとか、まあ、ここの PC とか、そういうので動かせるというところが、まあ、非常に魅力的で、そのカスタマイズとかできますし、まあ、それぞれが違う AI を持って、それで特徴のある AI を持つっていう時代っていうふうになっていくのかなと、期待はしているということです。で、まあ、これの一つの、例としてですね、まあ、こういうのを使っている例として、あれ、ベイビー LM っていうのをご存知ですかね。これは、チューリッヒ工科大学の、アレックス・ワーシュタットという研究者が、この人の問題意識はですね、子供たちがどのように、言語を獲得するのかっていう、それを研究するための AI を作っているああ、そうですか。という研究があるんですよ。で、ベイビー LM っていうのはまさにその、子供が学習するっていう意味のベイビーでもあるし、まあ、ちっちゃいっていう意味のベイビーっていうのもかけてるのかなと思いますね。で、これでですね、参加者、いろんな、普通の人が参加する、チャレンジというのをやっていて、これはね、データセットを非常に絞って、つまり本当に子供がですね、学ぶ言語の数ぐらい、その5歳とか6歳とかぐらいまで学ぶ言語だけに絞って、AI に学習させると。それで AI がどこまで知能を高められるかっていうのは、まあ、チャレンジ型のイベントをやってるんですよね。参加、誰でも参加できる。で、それ前やって、今年またその2回目をやるっていうことで、まあ、そういうところでですね、この SLM っていうのを使って、今のこの人間がどうやって学習するかっていうことをまあ研究してると。まあ、こういう研究も使われてるそうです。で、だから小規模で効率的な人間らしい学習をリバースエンジニアリングして、それをさらにこう AI にフィードバックしようと。いうようなことをやっているということが、この記事に書いてました。まあ、大規模でね、成功したから、次のステップとしては、まあ、同じ大規模で性能を良くするっていうのと、さらに大規模にしてもっと良くするっていうのと、ちっちゃいやつで同じぐらいの性能を目指すという、いろんな研究出てきて、まあ、成功例があると次のステップ踏みやすいというのはある。で、小規模っていうのはもちろんエッジ AI でですね、ニーズが高いわけですから、進歩してくるっていうのは、まあ予想通りな感じしますけど、まあ学習データセットで良くするっていうのは、あれですね、なかなか一つの方法だという気がしますね。まあ、実際そうでね、すね。国内で LLM 開発するっていう話、
割と進んでるみたいですけども、学習ん。データセットでとにかく当たり外れが大きいとうん、うん、うん。いうような話聞きますね。もう本当なにるほど。やってみないとわからないと。うん。ということで。だからそれで確かいに。い学習セットを用意するっていうのは、うん。すごくいいアプローチなのかね、な。データセット自体の研究をされている方ともいらっしゃるんですかね。どんなデータセットがいいかっていうの研究っていうのも。ああ、多分ありね、今そ研うで究すがね。すごい広まってますからね。いろんなうん。研究あるという感じはしますけどね。そうそうそう。さっきのそのベイビー LM で言うと、ここに書いてありましたけど、その13歳頃になるまでに、だいたい1億語らしいんですよ。こう、に、ああ、触れる言語っ出会てうこと。量ですね。で、1億語っていうのは多いように思いますけど、今の LLM でのやってることと比べたらむちゃ少ないらしいんですよね。ああ、そうで学す習か、させてそうるで量す。に比べると。だからね。これを非常にこの限られたデータセットでどこまでいけるかっていうのをやるっていう研究が、まあ、今こうやってるってことはそうですよ。まあね、そのデータセットの量が少ないっていうのと、データセットの質がそのこのモデルっていうのと、あと、言語モデルのパラメータ数が少ないっていうのとは、まあ、関連性はあるでしょうけども、じゃ、まあ、別、一基本別の話ですからね。まあまあ、それはそうですね。まあ脳の自体のね、構造は、LLM よりも大きいかもしれないですね。今の。データセットに着目するっていうところが新しいんですかね、研究としてはね。あ、思い出しました。その日本のね、LLM 開発しているところの、話で言うと、そのデータセットこそが、このビジネスの核であって、外に出したくないと。社なる外、一番大事なものなんだ、みたいな。ほど。そういう言い方をしてたことが、聞いた覚えがありますね。だなから、るほど、なるほど。なかなかそれをオープンにしていくっていうのは、世の中の進展にはいいでしょうけども、逆に、それをもう、いいデータセットに関しては、クローズドにして、それをビジネスの種にしていくっていうのは考え方かもしれませんね。なるほど。で、このすごくいいデータセットで、すごい、このコンパクトな LLM でも性能がいいっていうのは、これは勝負の一つだと思いますね。その辺でこう勝負できればいいですね。じゃあ、どういうデータセットがいいのかっていうのも多分研究のテーマであり、実は商売のこの種の一番コアな部分でありっていうところがあるかもしれないですね。だから研究としてオープンにしていくっていう話と、失敗の種としてクローズドにしていくっていう話と、どっちもありそうな感じが。まあ、なんとなくこう純粋培養的な AI の作り方そかなと思って、まあ、いろんなことを、いいことも悪いことも含めて知ってる AI の方が、まあ、ちょっと打たれ強い気はしますけど、いろんなこと。れはそうですね。まあ、あるものに特化する、まあ、目的がある程度絞られているんだったら、まあ、それに向かって純粋培養するみたいな AI の学習の仕方もあるんでしょうね、きっとね。まあ、人間でもね、いいことも悪いことも知ってる人の方がね、うん。強いですからね、変まあ、化に。最終的には、最終的には、いろんなものに対応できますけど、どうでしょう。エリート AI とか、いろんなものができるかもしれないですね。やっぱりね、人間は子供は非常に少ない声でね、学習できる。やっぱりどっかアルゴリズム何かやっぱり違いがあるじゃないかって気がしますけどね。ああ、そう今のです LLM では、SLM では限ね。界があるかもしれないっていう話ですなんかか違うんだ。わかります。まあ、だんだん確かに LL、今の、例えば GPT-4 とか5で、のぐらいのスケールで、学習の仕方がさらに良くなれば、すごいものができるかもしれないですよね。そうか、そういう意味ではあれじゃないですか。1.58ビットっていう方向性もあって、そのコンパクトで早く動かすと。に関しては、ちょっといくつかアプローチはあそうですね。いくつるわけか、です。それぞれ違う、ちょっと違うんだけども、これからいろんなもの出てきそうですね。そういうことですね。はい、そういうことで。